こんにちは。こんにちは。さあ、明日もスタタフクということで、はい、先週は野村さんが、はい、復帰しましたね。イエーイ。来るのかなと思ってたんですけど、リモート出演解除ということで、はい、スタジオにね、はい、戻ってまいりましたよね、野村さん。絶好調でしたよね。私、中継出てたので、はい、よくわからなかったんですけど、はい、実際どうでした、野村さん。ブランクは。ブランクは、はい、感じなかったですよあれやっぱりこう野村さんがいると、まあ、なんか話も弾むなと。前の方もやりやすかったんですけどいるから別にいるし、なんと明日はタンポポの白鳥久美子さんがスタジオにやってきます。帰りなさい。行けました。いや、これでようやくいつも通りです。はい、いや、嬉しいですね。そうですね、ようやくこの日が来ます。久しぶりに揃いますから、はい、ね、その日は何する？明日はですね、うん、特集がまずアウトドアということで、うん、結構キャンプとかどうですか？キャンプは小さい頃家族でテント張ってやってました。あ、本当ですか？はい、炊飯器じゃない、なんだっけ、炊飯、なんだっけ、じゃあ炭水魚か。何だっけ、半号、半号、半水号、半号とか言ってました。母親がそういうアウトドアとか、はい、あ、父と母が好きで、はい、クタンパークってちょっと広場ができたので、はい、そこをちょっと活用しながら、実際に私たちのアウトドアで情報、特集をお届けしたいと思います。やりますように。まあ、本当4人に戻ってですね、さらに躍動したサタフクをまたね、皆さんにご覧いただきたいと思います。ぜひ明日のサタフクもご覧ください。はい。